そこか。ノクト、いた？ああ、こっちだ。行こう。これで最後だね。ああ、終わらせてやる。見失わないようにしよう。敵が多すぎるな。ノクト、こっち通れるかも。ノクト、上通れるかもよ。ノクト、パイプ渡って。そろそろレスタルムに着くぞ。おほほ、いよいよアサシンズフェスティバルだね。これマジで来たいと思ってたんだよな。ノクト、俺たちは帝国に追われてる身だ。はしゃぎすぎるなよ。はいはい。まあ息抜きも必要だ。楽しもうぜ。見て、いろいろ貼ってあるよ。うわ、マジでテンション上がるわ。こいつらなんでこんなテンション上がってんだ。ノクトはアサシンクリードというゲームが好きだからな。お前もゲームやればわかる。うわ、盛り上がってるね。いつもと雰囲気全然違うな。ついに来た。車が多いな。おい、見ろよプロンプト。おお、すっげえ、イーグルダイブしてる。何やってんだありゃ。イーグルダイブ、高所からダイブするアサシン特有の技だ。
ノクト、やりたいんでしょう。いや、そんなことねえよ。ああ、そう？やあ、みんな。あ、シドニー。あれ？ハンター君たちと知り合いだっけ？そう、うちのお得意さんでね。二人は知り合いなのか？うん、気が合うんだ。ところで、このアサシンズフェスティバルって何なの？アサシンズフェスティバルってのは、昔伝説のアサシンってのがいて。お前が説明すんのか？フェスティバルの実行委員をしてるから、後で説明してあげる。フェスティバルでは衣装の貸し出しもしてるのよ。着るか着ないかは自由だけど、よかったら着てみたら？もちろん着るでしょ。ねえノクト、アサシンの衣装を着ることで今よりは人に紛れることができそうだな。実は俺、自分のアサシン衣装あるから。ファン丸出しだな。でもさ、せっかくだからお揃いの着ようよ。やーべえ、俺伝説のアサシンになってる。俺たち完全にアサシンだね。露出が多いな。悪くねえな。俺は気恥ずかしいが。みんな似合ってるじゃない。だろ。へえ、全然雰囲気違うね。もっと布の部分が欲しいところなんだが。準備もバッチリね。じゃあフェスティバルを楽しんできて。こっからは別行動にするか。俺もまだ二人といろいろと話したいしな。そういうのあり？ほんじゃプロンプと一緒に行くか。夜にホテルで集合にしよう。了解。じゃあ後でな。何やってんのあれ。何かの大会か。たっかー。あんなとこ危なくないのかな。まあ俺なら余裕だけどな。ここも静かだな。うん、戻ろうよ。ここでこの格好は暑いもんだな。
お疲れではありませんか。お部屋すぐにご用意できますよ。休むか。あ、おはよう。ノクト、町に帝国軍が来てる。ああ、なんで。奴ら王子たちを探してるみたい。たく、なんでこんな時に。工場に大きな装置を運ぼうとしてるらしくって、ホリーがそれを止めようとしてるんだ。帝国相手に。それ心配だね。イグニスたちは。二人は車見に行ってる。わかった、プロンプト、ホリーの様子を見に行こう。ホリーのこと、お願いね。行くぞ。よし、行こう。ホリー大丈夫かな。帝国の奴ら、見境ねえからな。急ごうぜ。フェスティバルどころじゃなくなっちゃったよね。たく、邪魔しやがって。絶対に許さない。イグニスたちから連絡あったか。うん、車も包囲されてたって。マジかよ。ホリー助けたらすぐ取り返すぞ。うん、イグニスたちとも後で合流しよう。冗談じゃないわ。工場の中にあんな装置を入れるなんて。火力を制御するのがどれくらいデリケートなことか分かってないのよ。多少のリスクは織り込み済みだ。納得できないわ。とにかく、いたぞ、露出王だ。冗談じゃないわ。工場の中にあんな装置を入れるなんて。火力を制御するのがどれくらいデリケートなことか分かってないのよ。多少のリスクは織り込み済みだ。納得できないわ。属国市民の意見に耳を貸す義務もない。とにかく部下たちに渡したカードキーを返して。あれがないと中の状況を確認できない。その必要はない。お前たちはただ従っていればよいのだ。平和を与え、従わせてやっているのは帝国だということを忘れるな。余計なことをされては作戦に支障をきたす。
連れて行け。ホリー助けるぞ。待って、今行くとホリーも危ないって。じゃあどうすりゃいいんだよ。分かんないけど、カードキーないと中に入れないとか、さっきロキの部下が持ってるって言ってたよね。じゃあ手分けしてロキの部下探そうぜ。大丈夫か？うん、どうにかね。一旦ホテルに戻ろう。よし、行くぞ。ホテルの入り口が封鎖されてる。じゃ、別の入り口から入るまでだ。
戦ってる途中で攻撃が効かなくなった。おそらくジャマー装置だろう。それがある限りはまともに力は使えないな。どうすりゃいい。とにかくカードキーを集めて工場内のジャマー装置を止めるしかない。だが力は使えねえぜ。ここはアサシンらしく暗殺かな。マジ？でも他に手はねえか。よし、フェスティバルに紛れてもう少し情報を収集しよう。ノクト、プロンプトと一緒に入り口にある塔から帝国軍の布陣を確認してくれ。分かった。私にも協力させて。ダメだ、危険な目には合わせらんねえ。ホリーは大事な友達なんだ。私ができることなら何でもするよ。しょうがねえな。じゃあ何かあれば頼む。では行こう。頼むよ。大丈夫、俺に任せて。お前が言うな。あんたアサシンだな。はあ？アサシンなら町中にいるけどな。格好だけの偽物の話をしてるんじゃない。俺にはわかる、あんたは本物だ。で、その本物のアサシンに用って？腕利きと見込んで頼みたいことがある。帝国兵を暗殺してほしい。物騒な頼みだな。なんでそんなこと。危険なのはわかっている。報酬ならいくらでも出す。金ね。そうだな。じゃあ代わりにフェスティバルのメダルが報酬ってことで。フェスティバルのメダル？物好きだな。まあいいだろう。よし、契約成立だ。あいつ怪しいな。だよね。真実はなく許されぬことなどないだな。ノクト、本物のアサシンになりきっちゃってるね。なりきってるついでにフェスティバルの邪魔してる奴らを排除してやる。この辺人いないな。みんな大通りに集まってるもんね。眠れ、安らぐ。ホーリーを助けなきゃ。
こんなとこまで帝国兵がいるなんて。うぜえな。追い出すか。魔導兵って、なんか使い捨てっていうか、切ないよね。別に、ただの機械兵だろ。人間じゃねえし。そうだよね。なんだ？うんうん、なんでもないよ。ノクト、俺下にいるね。わかった、行ってくる。地に飛ぶのはまずそうだな。ああ、俺アサシンになったわ。ちょ、そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。気持ちよかった。実はすんごいやりたかったのね。奴らの位置は大体わかった。うん、後で他の場所はイグニスたちに連絡しておくね。俺たちはこのままロキの部下を探そう。それ楽しい？割とな。ちょっと距離置いて歩いてね。匂わねえし。市民の皆さん、一時避難をしてください。ノクト、大丈夫？ああ、市民の誘導、サンキューな。
ゴミ表示見っけ。うっせえ。あそこに立ってるやつがカードキーを持ってる。かなり警戒してるな。どうすりゃいい。俺が注意を引きつける。で、それから。それからあとは考えろ。うわあ、おい、マジかよ。眠っとけ。それ楽しい？割とな。俺が町の人たちを引き連れて歩くからさ、それに紛れ込んでどうにか近づいてみてよ。眠れ。市場の奥にいる帝国兵がカードキーを持ってるようだ。ただ何体か兵士が巡回していて簡単には近づけない。で、策は？俺が屋根に上がって奴らの動きを電話で教える。分かった。見つからないように奥まで進んでくれ。了解。
左だ。まっすぐ。まずい。戻れ。まずい。戻れ。プロンプト、町の奴らを頼むわ。了解。大丈夫か、プロンプト。帝国の奴らは捜索打ち切ったみたい。そっか。ほっ。どうだ、暗殺できたか。いい仕事してるな。
ここではかつてのアサシンのように機敏に動き回り、町中に散らばっている旗を集めてくる遊びをやっている。挑戦してみるか。へえ、面白そう。全部集めたらまたここに来るがいい。褒美を用意して待っている。イーグルダイブ、すげえ勇気あるな。いや、レストランってどっちだっけ。アサシンズフェスティバル開催中。ちょっと距離置いて歩いてね。匂わねえし。カードキー揃ったか。いや、最後の一枚はロキが持ってるらしい。ノクト、もう一度塔の上からロキを探してくれ。わかった。で、手に入れた後どうする。私がジャマー装置を止めるよ。え、シドニーが。工場なら入ったことあるし、機械のことなら役に立てると思うから。それに大切な人が大変な時に何もできないのは嫌なんだ。しっかり護衛をつけねえとな。悪い、頼んだ。そこか。ノクト、いた？ああ、こっちだ。行こう。これで最後だね。ああ、終わらせてやる。まだ見つからんか。奴らはカードキーが必要なはず。
ノクト、上通れるかもよ。今はジャマーの影響で本来の能力を出せていないはず。殺害命令は出てはいないが事故は引き物だ。今奴を殺すことにこの先の多くの命を救うことになる。世界に真の平和をもたらすのだ。ダメだ、このままじゃ工場に入っちまう。これ以上俺はついてくの無理かも。あとはノクト、頼んだよ。何者だ？通りすがりのアサシンバカ、そいつを殺せ。キーはもらった。もう町から出てってもらうぞ。いつまでアサシンごっこを続けるつもりだ、ルシスを。バレてたのか。必ずカードキーを取りに来ると思っていた。ここは包囲させてもらった。死んでもらうぞ。やれ。穴かよ、やばっ。よし、戻るぞ。
れで中入れんだろう。うん、やってみる。ノクト、誰を護衛につける？わかった、何かあれば対応できるだろう。じゃあ護衛よろしく頼むね。みんな、どうもありがとう。巻き込んで悪かった。シドニーもありがとな。いなかったら相当ヤバかった。うんうん。ホリーも無事だし、ほんと、よかったよ。町ではアサシンの末裔が帝国軍を追い払ったって噂になってるぜ。俺たちにとって、その噂は助かるな。アサシンは実在したってことでいいんじゃない？っていうか、本当にいたりして。実際やってみてわかったけどさ、アサシンも人知れず世界を救おうとしてたんだよな。真実はなく、許されぬことなどない。こ出た、アサシンクリードの名台詞。でも本当に大事なもののためなら